どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、アルゴンキンオートグラフコレクションから今ね歩いているところなんですけども、本日はですねここからねまた次のホテルにね移動させていただきます。で今回ね泊まるホテルはですね、こちらもですねずっと泊まってみたかったホテルなんですけども、ニューヨークにはですねマリオットボンボイの系列のホテルでラグジュアリーコレクションホテルっていうのは一つしかないんですよね。まあ、それがねチャトワルって読むのかチャトワルって読むのかちょっとわかんないんですけど、日本語読みだとねチャトワルっていう名前なんですけど、あのホテルの名前とかを Google 検索でするとチャットワルって出てくるんで、ちょっと正式名称はねちょっとどっちかわかんないんですけども、本日はですねチャットワル、ラグジュアリーコレクションホテルですね、こちらね2泊させていただきたいと思います。こちらねカテゴリー8のホテルで、まあ、リッツカールトンと先日泊まったセントレディス、まあ、ニューヨークにはねこの3つがカテゴリー8のホテルであるんですけども、今回ですねこちらのチャットワルラグジュアリーコレクションホテルですね、2泊お世話になろうと思います。で今ねアルゴンキンホテルがそこにあって、チャットワルってね新しいホテルすぐそこにあるんですよね。非常にあのねアクセス的にはねホテル同士が近くて、私的にはねかなりありがたかったんですけども、今回ねこちらかなり楽しみにしております。で一泊はですねスイートナイトアワードが通ったんですけども、一泊はねスイートナイトアワード通らなくてですね、部屋をね移動しなきゃいけないと思うんですよね。ちょっとこればっかりはですねどうしようもなかったというか、私がね予約を分けてね取ってしまったんですよね。まあそれが原因なんですけども、まあ今回ね、まあ一泊はねあのスイートナイトアワード通りましたので、一泊はねスイートルーム確約させていただいてるんですけども、ジュニアスイートだったかな、はい。まあ一泊はねちょっとまだ分からないって言った形になります。ひとまずですねもうすぐそこにねあの見えておりますので、今回ねカテゴリー8のホテルということで、まあ、どういった感じのねサービスが受けられるのかっていうのはですね皆さんにねシェアできればなと思います。まあこれでねあの、先日ねリッツカールトンじゃなくて先日ねセントレディス宿泊させていただきましたので、まあ、これとね、まあ、同じレベルのねカテゴリーっていう風になりますんで、ニューヨークのカテゴリー8はねどんな感じなのかっていうのはねかなり気になっておりますんで、楽しんでいきたいなと思います。いやねマジ荷物が重すぎる本当に荷物が重すぎる、肩がねパンパンになっております、この距離で。それでは着きました。いや非常にアルゴンキンから近かったですね。はい、こちらがねチャットワル、ラグジュアリーコレクションホテルですね。こちらが入り口ですかね、珍しくこのビニールのね入り口になってますけども、うん、なんかあるのかなちょっとわかんないですけども、ひとまずねチェックインしていきたいと思います。それでは無事にですねチェックインさせていただきました。今回ね401ということで、今回は1泊目が普通のクイーンで、その後がスイートナイトアワード通ったジュニアスイートっていう風になりますんで、ちょっと2日間でね客室が変わりますということで、いきましょう。はい、こんな感じになっております。ちょっと私はね荷物をちょっと見てしまったんですけども、まずどうしましょうか。今日はたまには近くにあるんでこっちからが見ていきましょうか。はい、こちらが棚になってますね。でこれは何ですかね、これは冷蔵庫、あ、冷蔵庫ですね。はい、冷蔵庫になってます。なんかすごいシックなデザインですね。これ革張りになってます。これね革っぽいやつなんですよ。トイレ行きましょうか。じゃあトイレ、はい、釜網張り鏡張りのトイレ、すごいですねこれ。トイレが鏡張りになってます。でねこれ見えます、これここにね赤いランプついてるんじゃないですか。これ多分テレビですよね。これやっぱりリモコンがあるえ、バスタブないんですよこの部屋。でも反応はしないですね、残念ながら。ちょっと壊れてんのか、ちょっとまた後で試してみたいと思います。でね皆さんお気づきでしょうか。はい、このねチャトワル、チャットワルラグジュアリーコレクションホテルはこれねニューヨークでは超珍しいんですけど、ウォシュレットがついてるんですよ。こことね北のニューヨークだけっていう話です、私の聞いたところによると。
はいですね、ウォシュレットがついてるんですよ、トイレに。これはね、喜ぶ方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。私はね、使わないんで、私はどっちでもいいんですけども、欲しい方はね、結構気にされる方多いみたいなんですよね。で、洗面台がこんな感じになってます。はい、まあ、あれですね、リッツカールトンと同じアスプレイが採用されてますね、ラグジュアリーコレクションで珍しい。で、こちらがこれはボディーローションと石鹸ですね。で、シンクがね、ちょっと反射してて見づらいかもしれないですけど、こんな感じになってます。で、下にタオルとドライヤーですね。すごいですね、アメニティボックスっていった形で。あ、でもドライヤーはそんな大きいやつじゃないですね。で、ちょっとね、これちょっとね、気づかない人も多いかもしれないですけど、はい、見えますかね、ここにアメニティ入ってるんですよこれはかなりレアですね。まあ、一応アメニティボックスって書いてあるんでね、気づかないとあれですけど、ここにね、入ってますね。一応入ってるの見ますか。これは何だろう、これ。あ、わかんないな。なんとかウォーターって書いてある。でもこれ見たことあるな。これ中身入ってないのかな、もしかして。いや、そんなことないですよね。パワフルウォーター。これ何ですかね。何だこれ。あ、コットンみたいなやつですかね。はい。で、あとヤスリと、そうですね、これなんだろう、あ、これもそうですね。はい、てな感じで、ここにね、体洗うやつとか、あとね、コップとかもね、ここに入ってるんですよね。で、替えのトイレットペーパー2つですね。で、タオルがあります。体重計とかはないんですね。で、右側にね、拡大鏡があって、鏡はね、もうこれ全体が鏡なんですよね。すごい、めっちゃすごいまあ、なんなら左側も鏡ですし、トイレの向かいも鏡ですからね。で、振り返るとですね、こちらにバスローブがあります。はい、こちらがシャワーブースです。シャワーブース、まあ、シャワーしかないんですけども、このクイーンルームにはシャワーめちゃくちゃでかいですね大きいなこれ。はい、アメニティもアスプレイ、これ見たことないな。リッツカールトンとかとまた違うアスプレイっぽいですね。はい、こんな感じになっております。ここのね、ここら辺はリッツカールトンでよく見るやつですけどもね、ニューヨークのリッツカールトンもアスプレイでしたね。でもこれじゃなかったと思うんですよね。あの、こっちのアスプレイのやつだった気がします。で、シャワーは、あ、可動式と固定式両方ありますね。可動式があって、上にね、固定式もついております。バスルームはこんな感じですかね。おお、はい、ということで、まだね、お部屋を見てないですね。で、こんな感じはね、レトロな写真とかもね、飾ってるんですよ。このホテルね、歴史が深くて、何十年代、初頭ぐらいにね、できて、建て直されて、改修工事を積まれて、まあ、今に至るみたいな感じなんですよね。ですので、まあ、お気づきかと思うんですけど、すごいなんか新しい感じはしないと思うんですよね。で、こちらがクローゼット。ハンガーとバスローブですね。あと下にね、これ荷物置く、スーツケース置くやつですかね。はい、私は普通に地べたに置いちゃうんであんま使わないんですけど。で、ちょっと私のコートかかってますけども、金庫と、まさかのね、 DVD プレイヤーがありますね。ブルーレイプレイヤーかありますね。で、金庫、あとこっちに非常灯と、どれ、シューシャイン、あとランドリーバッグとかね、あります。あとスリッパもね。おお、スリッパあるんですね。これは珍しい。で、こっちがベッドルームになります。今回クイーンベッドということで、どうでしょうかね。まあまあ大きい、昨日と同じですかね。アルギンコンと同じですかね、クイーンベッドなんで。はい、こんな感じになってます。で、どっちから見ましょうか。こっちから見ていきましょうか。ここね、扉のように見えるんですけど、左側、こちらね、開かないんですよね。私もね、開くのかなと思ったんですけど、これはね、開かないみたいですね。で、こちら側に電話とコンセントと USB、 ちょっと奥に見えてますかね、ちょっと
近づきましょうか。ここですね。ここにコンセントと USB2 ポートあります。で、あとね、電気を制御するボタンがあって、ルームランプ。で、これちょっとテレビかな、これ。わかんないですけど、リモコンと、引き出しの中には何も入っておりません。で、これはアメリカの良き時代なんですかね。はい、車の、写真ですかね。飾ってあります。で、反対側に行くと、こっち側に電話ですね。電話2つありますね。で、こちら引き出しという感じですね。で、こちらが眺望。この場所だとどうなんだろう。綺麗に見えるところあるのかな。あ、窓がそんなに大きくないですね。はい、こんな感じになってます。いや、完全にあれですね。ビルの中っていう感じですかね。完全にビルの内側っていう感じですかね。なんかニューヨークの内側を見たようなね。はい。あんまり綺麗な景色ではないですね。こんな感じになってます。はい、ということで、一応こちら側ね、見ていきましょう。こちらにね、電気と引き出し、大きい引き出しですね。これは衣装ケースみたいな感じなんですかね。はい。そんな感じです。何も入ってませんね。で、こちらはですね、サムスンのテレビです。結構大きい。50インチぐらいですかね。うん。40インチぐらいか。微妙なラインですね。はい。で、机ですね。これもまた、レトロな机ですね。ここにね、コンセントが2ポートあって、これは何？あ、これ電気のスイッチと、これはLANケーブルのスイッチ入れるところですね。はい。で、よいしょ。引き出しは何も入ってないかな。何も入ってないですね。で、まあこれがデスクっていう感じで、これもこういうことですね。要は。はい。しまうことができると。まあ仕事するときはね、開いて、使わないときは閉じてみたいな、そんな感じですかね。はい。まあこれもね、非常におしゃれではありますね。まあおしゃれというか、まあレトロな感じがしますね。で、ゴミ箱が下にあります。客室の設備としてはこんなもんですかね。はい。ということで、今回ですね、チャトワルラグジュアリーコレクションホテルですね、こちらに2泊ね、お世話になります。まあ、こちらもですね、ずっと泊まってみたかったホテルで、冒頭にもね、言ったと思うんですけども、リッツカールトンがあって、セントレディスがあって、このチャトワルっていうね、この3つがカテゴリー8、ニューヨークにね、あるホテルっていう風になりまして、今回でね、無事全部ね、泊まることができました。いや、非常にね、嬉しいですね。皆さんね、ちょっとリッツカールトンの時の動画とか、かなりね、私もまだ YouTube 始めて、かなり、なんていうんですかね、たどたどしいというか、あんまりね、うまくレビューできてない部分もあるかもしれないんですけども、ぜひね、全部見ていただいて、どれがね、一番好みですかね。まあ、今回ここ、チャトワル、ラグジュアリーコレクションホテルね、まあ、建物自体がですね、すごい新しいわけではないので、ちょっとまあ、すごい綺麗とかね、最新っていうよりかは、まあ、レトロ感がね、漂うような感じになっておりますかね。まあちょっとね、バスルームとかなり豪華な感じになってましたけども、こちら側の客室っていうのはね、まあどっちかというと、まあ、レトロな感じの方が強いっていった形ですかね。で、客室の広さはですね、まあここはね、今回2泊して、ここはポイントで指定すると一番下の客室なんですよね。ですので、ここに関してはアップグレードしていただけなかったっていった形になります。でね、今回のニューヨーク滞在で、この12月今日4、5で、まあ土日なんですよ。この日がね、一番高かったんですよ。ホテル価格がね。で、なかなかね、ポイントで、抑えられるね、日がなくてですね。で、もともと明日だけね、予約が取れてて、今日ね、ずっと取れなかったんですよ、ここ。で、やっとね、空いて滑り込んだみたいな感じになってしまったんで、まあ、一泊一泊でね、分かれていて、まあ、両方ともね、スイートナイトアワードね、申請したんですけども、残念ながらね、明日の方しか通らなかったっていった形になるんですよね。まあ、おそらくね、一般販売もこちらね、もうこのクイーンしか出てないんで、おそらく埋まってるんだと思うんですよね。で、今日のね、現金価格で、このホテルで、ね、高いんですよ。今日でだいたい12万円ぐらい、
まあ、ホリデーシーズンの土日でカテゴリー8ということでかなり高いですよね。まあ、それに多分タックスとか入ると思うんで、まあ、13万14万ぐらいねするようなホテルというふうになります。まあ、高級感はね、あの入り口とかはね本当に高級感あふれる感じで、あのすごいです。はい、赤をね基調にしているホテルっていうふうになりまして、かなりすごかったですね。でこちらのホテルはですね、このようなねあの状況になる前ですね、もっと前まではですね、ホテル送迎サービスっていうのがあったんですよね。今はね休止してるみたいなんですけども、ミッドタウン内っていうね、まあ、ニューヨークのミッドタウンエリアであればですね、ホテルが保有している車でそこまで送ってくれるっていうサービスをねやってたみたいなんですよね。まあ、残念ながらね今利用できないということで、ですので本当に2年前とか私がねニューヨーク行ってた時に、まあ、このホテル利用していればですね、もしかしたらねそういったサービスもね受けられたかもしれないんですよね。まあ、ホテルの車でねどっか行くの送ってもらうなんてね、そんなねサービスあったんですねっていう感じですよね。私も知らなかったので、このホテル調べるまで、いや2年前ね使っとけばねそれもねレビューできたのかななんて思うと本当にねちょっと悔しいですよね。今はねあのタクシーみたいな感じで、あのタクシー呼びましょうかみたいな話をね、あのこの話本当にあったんですかって聞いたら、本当にあったサービスらしいんでね、はい、ということで、いやねすごいサービスですよね。まあこのタイムズスクエアでね、あのこの高級ホテルってなると本当にねこう3本の指に入るぐらいね有名なホテルっていう風になりますんで、まあどうですかね、まあ一番下の客室だとね、まあそこまでねすごい広いっていうわけではないですけど、まあすごい狭いわけではないんですけどね、まあどうですかね、1泊14万ぐらいですかなりますんでね、はい、ということでこちらにね1泊ねお世話になります。でマリオットボンボイのねプラチナステータスの特典なんですけども、もちろんこのホテルにもですねエグゼクティブクラブラウンジはありません。でまたですね朝食は利用することができるっていう風になっておりまして、1階のね朝食会場で利用することができます。でレイトチェックアウトもね4時まで利用することができるっていう風になりますんで、マリオットボンボイのプラチナステータスの特典としてはねそんな感じですかね。まあ、今回ねあの私30分ぐらいはね待ったんですけども、今ね14時ということで、あのアーリーチェックインねさせていただきましたんで、本当にねありがたい限りですね。またねこのホテルにはですね日本人の方のスタッフいらっしゃるみたいで、今日ね残念ながら、ね、今休暇を取ってるのかなちょっとわかんないですけども、今はねいらっしゃらないみたいで、ちょっと私はねお会いすることできなかったんですけども、日本人のねあのスタッフの方もいらっしゃるみたいなんで、日本人の方のサービスをね求められるっていう意味ではですね、こちらのホテルねいいのではないのかなと思います。ちょっとセントレイジスとかリッツカールトンとかね多分いるかどうかわかんないんで、そこはねあのマリオットボンボイのデスクに聞いて確認していただきたいなと思うんですけども、まあ、私が調べた感じだとですね、セントレイジスとリッツカールトンで日本人の方がいらっしゃるっていうのはね聞いておりませんので、おそらくいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですけども、このホテルにはですね日本人のスタッフいらっしゃいますので、ぜひね気になる方はですね利用してみていただければなと思います。いやね本当にこの12月4号はね本当にホテル代高くてですね、まあ、今回ここはね14万ぐらいだったんですけど、セントレディスとかねリッツカールトンとかね本当に1泊20万超えでしたね。セントレディスに至ったらやばかったですね、45万とかでしたね45万かって感じですよね一泊ですよ一泊いやすごいですよね。ニューヨークのホリデーシーズンのねこの土日っていうのはめちゃくちゃ高いんで、あのポイントをね持ってた方がねかなりお得に宿泊することができますね。そういうことでちょっとね前回どこまで話したか覚えてないんですけども、ひとまずですね今ね、2時ということで、今回のねあのニューヨーク滞在でニューヨークのね夜景っていうのはほとんどねあの私も見てないですし、皆さんにもねお見せできてないなというふうに思いますので、今からですねニュージャージーに行ってハミルトンパークっていうねあのニューヨークのツアーでねあの必ず行く、しかも最後に行くねあのニューヨークの夜景が一番綺麗なんじゃないかって言われてるねスポットがあるんですけども、そちらにねフェリーをね乗り継いで、今回ね行きたいと思います。でねあんまり治安がねいいのか悪いのかあのあんまりよく知らなくて、まあ悪くもないと思うんですけど、まあ一人でね私リュック背負って行きますんで、まあちょっとねあの怖い思いとかね私もしたくないので、ひとまずね今2時半で日没がね4時半ぐらいなんですよね。ですのでまあ本当に
今から出発して、まあ、1時間ぐらいで着くそうなんですけども、まあ、ちょっとそこで待ってですね、日の入りを見て帰ってこようかなという感じで、まあ、安全にね行きたいと思います。ちょっとね暗くなって、滞在しすぎて暗くなったみたいなね、そういうのがあったらちょっとタクシーでね帰ってこようかなと思います。ということで、このねニューヨークのね、ニュージャージー側なんですけど、非常にねあのニューヨークのね夜景綺麗なので、まあ向こうのねニュージャージー側にもですね、マリオットホテルね3軒4軒ぐらいあるんですけども、まあ今回のね滞在で行こうかもちょっと迷ったんですけど、あのねニュージャージー側って州が変わるんで、ちょっとねアクセスが悪いんですよ。アクセスも悪いですし、バスでね乗り継ぐか、あのフェリーでねマンハッタン来なきゃいけないんで、まあ余計なお金もかかるんですよね。ですんで、まあ今回私はね諦めちゃったんですけど、 SP ジャーメックスね発行してすぐの時にね、ニュージャージーのヒルトンに泊まって、そこでまだ当時私ゴールドステータスだったのに、ジュニアスイートのねシティビューっていう部屋からね超景色がいいホテル、いい客室かアップグレードしてもらって、非常にいい思い出があるんですけども、景色はねすごいいいんですよ。本当に景色はいいで、もうホテルの前出ても景色めちゃくちゃいいんですよ。ですけども、そのアクセスがねちょっと悪いんですよね。まあ値段もねちょっと下がりますんで、まあそこのねハードル、まあ1泊とかねだけだったらね結構いいかなと思うんですけど、数日が5日とか7日とかねがっつりニューヨーク観光しますっていう方はですね、ちょっと厳しいかもしれないですね。残りの1泊移動して体験するぐらいにねしといた方がいいかなと思うんですけども、まあ、ひとまずねそのニュージャージー側に行ってですね、皆さんにね夜景お見せできればなと思います。ということで、今ね2時半なんですけど、ちょっと早いですけどもね、行って待機したいなと思います。ということで、この部屋にはですねコーヒーマシンがなかったですね。事前情報ではねコーヒーマシン書いてあったんですけど、ないということで、ちょっとこれねフロントに聞いてみたいと思います。私がちょっとねどっか引き出し開けれなくて見つけられないのか、もしくは多分ね客室のサービスにコーヒーマシンみたいなのが書いてあったんで、まあ、ないことはないと思うんですけども、まあもしかしたらですねロビーで振る舞われるとかね、そういったパターンもねあるかもしれないんですよね。はい、ということですので、ちょっとねこちらの点についてはねちょっとフロントで聞きたいと思います。あとねお水も置いてなかったと思うんですけども、お水はねチェックインさんにねお水もらいます。でね、そのお水はちょっと今見つかんないですけども、後でね覚えてたらお見せしたいと思います。チャットワルのね名前の入ったお水、まあリツカールトンとか、まあ、セントルイズでもそうですけども、名前が入ったね お水となります。ということで行きましょう。これがねチャトワルラグジュアリーコレクションホテルのエレベーターです。いやめちゃくちゃレトロな感じですね。はい、すげー。でですね、ニューヨークはもうクリスマスシーズンということで、クリスマスツリーもね置いてあるんですよ。めっちゃでかいですね。はい、そしてめっちゃ綺麗で、こちら辺もですねもうクリスマスのね、イルミネーションがねされておりますね。はい、雰囲気はねこんな感じになってまして、非常にレトロな感じですよね。それはね行きましょう。ということでホテルから出てまいりました。いやーすごい人ですね。あ、もしかして違うかな、違うか、なんかここら辺は見覚えがあるような気がするんですけど、ヒルトンタイムズスケアあったのここじゃないですかね。やっぱりここですね、ヒルトンタイムズスケアあったの。いや悲しい、潰れちゃってますね。誰も予想しなかっただろうな本当に。マリオットのイーストサイドにあるねホテル、まあ2年前私行ったんですけども、そこもですね残念ながら潰れてしまって、あとねマリオットボンボイからね参加を外しただけだと思うんですけど、グラマシーパークホテルっていうのはねあったんですよね。それも確かカテゴリー8だった気がするんですけども、もしかしたら7かもしれないですけど、そこもねマリオットから外れて、一応ね潰れてはいないそうなんですけども、グラマシーパークホテルっていうのがねあったんですよね、グラマシーパークっていうエリアに。
それもねなくなってまして、でマリオットをイーストサイドのそばにマックスウェルっていうね結構あのお手頃系のね、マリオット系のホテルもあって、まあ、それはねそれも、日本に上陸してないマリオット系のホテルなんですけど、そこもね潰れちゃいました。そこはね本当にあのニューヨークでは多分一番安いねマリオットホテルじゃないかなっていう感じだったんですよね。一時あの私が SFC 修行とかでねニューヨーク一泊みたいなことをやってた時は本当にね直前予約で一回ね80ドルとか出て80ドルまで来たみたいな感じでね結構一人でテンション上がってたりしたんですけども、そこも残念ながらね潰れてしまいました。それ以外にもですね、ヘラルドスクエアのコードヤードだったかフェアフィールドだったかもうなくなってしまいましたね。ということで本当にねニューヨークのねマリオットホテルヒルトンホテルもね潰れてますよね。もうニュースとかで見てた映像とかね見てもあれですもんね。ここインターコンチネンタルですね、ニューヨーク。インターコンチネンタルニューヨークタイムズスクエアですかね、ここは。多分。ここかな。私ね、今回 IHG もね、一回泊まろうかなと思ってたんですよ。まあ一応ね、エスパイアエリート。一番上のステータス一応 IHG 持ってるんで、あ、IHG もいいなと思ってたんですけど、ポイントはそんなに持ってなくて、でまあ結構ね動画で何回も言ってますけど今のシーズン現金価格が高いんで私のポイントだとねなかなかね宿泊したい日に取れなくてちょっとね今回は IHG やめちゃいましたけど、インターコンチネンタルね泊まりたいですね。うん、あそこにあるんだ。結構いい場所にありますね。タイムズスクエアからかなり近いですね。そうそう、でマリオットイーストサイドの話をねさせていただくと、マリオットイーストサイドね本当に良かったんですよ。カテゴリー6ぐらいで、でマリオットホテルということであれもあったんですよ。クラブラウンジもねあって、しかもね、あ、マリオットイーストサイドは24時間じゃなかったかな、まああれはあったんですよね。クラブラウンジ自体はあったんですよね。24時間ではなかったですかね。でも良かったんですよね、すごいね。で店員さんも親切 で客室もね結構私とまたアップグレードとかもねしてもらえて結構広かったんですよね。いや残念ですね。本当にニューヨークはね歌を歌って歩いてる人もね結構いるんですよ。ちょっと日本じゃなかなか人のゴミで歌を歌いながら歩く人、まあ人いないところでね鼻歌歌うっていう人はいるかもしれないですけど、お酒飲んでなくてそういう人ってなかなかいないと思うんですけど、ニューヨークはね結構いますしね。今ちょうどウエスト44丁目、ここは何番街なんだろう、ちょっと分かんないですね、書いてない。みんな絵になる。でクリスマスツリーをね持ってる人多いんですよ。今も後ろ通ったと思うんですけど、そうクリスマスツリー持ってる人多くて、これもアメリカならではですよね。日本のクリスマスはクリスマスツリーはですね聖火を使わないですからね。アメリカは聖火ですしね、大きいですしね、またね。いやすごいな、ここら辺の街並みもめっちゃオシャンティで、今回ですけどもハミルトンパークに行くわけなんですけども、この44丁目のところからフェリーが出てるみたいで、ちょっとこのフェリーがいくらするかわかんないですけど、まあ高くてもまあ10ドルぐらいだと思うんで、まあ、それを乗ってねあの向こう岸まで行って、そこから歩いて公園に行ってっていう感じですね。まあ多分ねフェリーの乗り場で最後お手洗いみたいな感じになると思うんで、その先はね多分トイレないと思うんですよね。そう本当にね公園に行くっていうのでお手洗い事業だけねちょっと心配です。まあそんな大して水分取ってないんですけど、いやハミルトンパークも久しぶりですね。
ミルトンパークに行ったのは2年前に、ハミルトンパークは多分行ってないと思うんですよね。行ったかな、ちょっと覚えてないな。いやあれですね、よく考えたらもうこの世の中のせいなのか、路上でキスしてるカップルとか見ないですね本当に。ニューヨークといえば、てかアメリカといえばっていうのか、外国といえばっていうのか、うん、結構見受けられたんですけど、やっぱり見ないですね。ということで今ね、44丁目と10番街の間まで来ました。このままね、マンハッタンの西側ですかね、まで行っちゃいますということなんで、もうちょっとでね、着きそうな気がするんで、ちょっとフェリー乗り場までとことこ歩いていきたいと思います。それではですね、マンハッタンの西の、ここは西ですね、マンハッタンの西の端っこまで来ました。あれがね、イントレピット航空博物館ですよね、確かね。ちょっと名前合ってるかどうか分かんないですけど、ここもね、あのニューヨークの観光ガイドだったら絶対載っている施設の博物館ですね。まあ、私はちょっとね、行ったことないんですけども、いつか行きたいなと思ってまだ行ってないですね。まあ、というのもね、博物館って結構厳しくて、日本語ツアーがね、ちゃんと組まれてれば分かりやすくていいんですけど、そうじゃないとね、本当に全然分かんないんで、そういうね、あれもあったりして、なかなかね、行く気にならないんですよね。まあ、あのメトロポリタン美術館とか、アメリカン自然史博物館、ナイトミュージアムの舞台になったところですね、あそこはね、あの普通に行きましたけど、あとモマとか、まあでもそんなもんですかね。まあ、いつか行きたいなと思ってなかなか行かないですね。ということで今ね、ここちょうどね、サークラインクルーズっていうニューヨークのね、クルーズ船ね、仕切ってる会社だと思うんですけども、あ、映ってないな。これね、サークラインクルーズ、ここね、いろんなあのニューヨークのね、旋回してるようなクルーズをね、やってる会社なんですけど、これのね、もうちょっと奥からね、フェリー出てるっぽいんで、そちらからね、行きたいと思います。ちょうどどんどん日が傾いてきましたね。いやー、寒そうだな、めちゃくちゃ寒そう。まあ一応ね、あの防寒具がさらに持ってきてはいるんで、お、今から出航するっぽいですね。このね、ニューヨークとニュージャージーのね、境がもうちょっと行きやすいとね、便利なんですけども、まあ、バスとかね、あとフェリー、バスが一番安いんだったかな、8ドル、確か8ドルぐらいだったと思いますね。私もそのシェラトンリンカンハーバーっていうあそこのホテル泊まってた時は、まあ最初ほとんどね、バスで行き来して、まあ最後思い出につってフェリーでね、何回か行って帰ったりした感じですね。フェリーは高いんですよ、十何ドルするんで。だったらまあ、あの Google で、Google マップでね、普通にバス出てくるんで、まあ、それで利用してた感じですね。ということで、あそこかな、うん、あ、利用したことあるな、あそこそうそう、ここから、あ、じゃあここまでも無料、あ、でももう出てないかな。昔マンハッタンからね、このフェリーのね、入り口とかって無料のバス出てたんですよ。で、それもね、利用したことあるんですよね、タイムズスクエアから。超便利で無料ですからね、いいですよね。今走ってないかもしれないですね、ちょっと分かんないですけども。ここ自転車の置き場あるんだ。いや、自転車で来ればよかったですね。ワンデーパスがまだ残ってるんで、帰りはこれでホテル戻りましょうということで到着しました。はい、こんな感じで、ちょうどね、ここら辺にこの建物がね、フェリーの、券売機、まあ売り場って感じですね。ここでチケットを買っていきましょう。いや、めっちゃ自転車あるやんでもあれなのかな、逆にいっぱいで止める人待ってるんじゃないですかこれ。あ、そんな感じがしますね。そうそう、このね、シティバイクのね、痛いところはね、来るじゃないですか、この場所まで。じゃあいざね、バイク戻そう、まあ、自転車戻そうってした時に
自転車いっぱいで戻せないことがあるんですよ。ですんでね、アプリにもそれ全部出ますんで気をつけてください。もし利用する方ね、非常に便利ですけど他のスポット探さなきゃいけなくなっちゃいますからね。ということで買っていきたいと思います。よいしょ。それでは無事にねチケット買うことができました。こちらですね、ミッドタウンからポートインペリアル行きのチケット買いました。これがね10ドル、あ、じゃあ9ドルか、9ドルで、で行き先はですねウィーホーケンっていうところなんですよね。で時刻表がねここに載ってますんで、まあ、こちらが平日土日みたいな感じですね。で次ね私は今日は土曜日なんで3時半のね時間帯のやつに乗ってね、向こうに行きたいと思います。ということで次ね3時半であとね10分15分ぐらいでね、出発となると思いますので、まあ、ひとまずねここら辺で待ってからね人が動き出したらね行きたいと思います。あのねその奥でもね待てるんですけど、そこあの乗り場になってて、あのね吹きさらしでめちゃくちゃ寒いんですよね。で逆にここはね暖房ガンガンで暑いんですよねということでしばらくここら辺でね待ちたいと思います。あでねチケット自体はですねこの先にね友人ブースがありますんでそこでも買えますし、その手前にねあれもあります、自販みたいなのもねありますんで、まあ、好きな方でね買っていただければなと思います。まあわざわざねこっからフェリーに乗ってねハミルトンパーク行く人いないと思うんで、まあこの説明は必要かどうかねちょっと微妙なラインですけども、まあ、もし気になるようであればですね、基本的にツアーでタクシーで行くとね多分高いと思います。多分30-40ドル、州をまたぐんでね、で高速とか乗るんで多分結構かかると思います。20-30ドルはかかるんではないでしょうか。まあ場所にもよりますけどね、あの帰る場所にもね、はい、という感じでしばらく待ちたいと思います。ということで船が来ました。ちょっと私はですね一個隣のねレーンに来ると思ったらその隣だったらしくて、隣は並んでるなと思ってたら私が乗る船の場所でしたねということで乗ります。これどんな感じで乗るのか私も全然わかんないんで、前乗った感じだと多分ね船尾とかね出れたと思うんですけど、もしかしたらダメかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど、あ、ダメですね。エマージンシーエグジットって書いてありますね。はい、ということなんでおとなしくここら辺に乗りましょうか。窓開けていいのかな。いや窓開けないとね、あのめっちゃ汚いんですよ窓が。外の映像撮れないんでちょっとだけ開けさせていただきましょう。寒っ。はい、こんな感じになってます。いや窓開けたら最高ですね風当たんなければ寒くないし、景色が、あ、もう奥の方がねオレンジ色になってきてますね。結構いい時間帯に来たのかもしれない。この夕暮れ時から夜になるのはね、やっぱりニューヨークの夜景めちゃくちゃ綺麗なんで、
方にもマリオット系のホテルね3軒ぐらい縦に並んでるんで、 W とW とオートグラフコレクションとヒルトンとウェスティン、あ、全部で4つですね。はい、で1つのオートグラフコレクションはねまだできて間もないんですよ。2年ぐらいしか経ってないじゃないですかね。2019年の時に確か開業したとかしてないとかそんなだったと思います。あ、すごい、この奥はバスの倉庫なんですね。あ、もうみんな降りる準備してますね。まだ全然止まってないんですけど、これが普通なのかな。あ、普通っぽいですね。皆さん立ち上がりました。大していないですね。はい、あ、デッキは良かったんですね、乗ってデッキに乗ればよかった。でも寒そうだな。まあ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 、この前ねデッキ楽しませてもらったんでいいでしょう。あ、でもこっち側から乗る人はめちゃくちゃ多いですね。やはりマンハッタン側に行く人はねやっぱり多いみたいですね。倍ぐらいいましたね。じゃあひとまずね、帰りのフェリーを調べて行きたいと思います。ここねレストランもね着いたところに併設されてるみたいで、あ、ここでね、あ、しかもここねお寿司があるみたいですね。面白い。あったかいんでここはいいですね。ということでこっから何分ぐらいなんだろうな。多分ねそんな遠くないんですよ、こっからそのハミルトンパークまで。ですんでちょっとね早く行き過ぎてもあれだと思うんですよね。時間持て余しちゃうと思うんで、しかもね公園の周りってあんまなかったと思うんですよ、何にも。あ、しかも向かいにダンキンドーナツとなんだ、ダンキンドーナツとあとなんだろうな、あれはスーパーマーケットかな。まあ商業施設がねあるんですね。ちょっと待ってくださいね。こっからもう15分ぐらい歩くとね着きますんで、もうちょっと待った方がいいかな。今日の日の入りが4時28分、今ね15時45分ぐらいなんで、まあいいか、行きましょうか。まあ待っても15分ぐらいなんで、まあ綺麗な夕焼けも見れるかなと思います。でですね、見てください、これマリオットホテルなんですよ。アンビューって、オートグラフコレクションだったかな。はい、こんなところにあるんだ、すごっ。そう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 、あのね映ってるかな、映ってます。あ、映ってる映ってる。左のね上の尖ったのがね結構印象的だったんですけど、こんなところにあるんですね。ってことはここに宿泊したら毎日このフェリーでマンハッタンに向かって観光するみたいな、そんな感じですね。いやでもこれ見晴らしすげえだろうな。ここもね迷、ここもねいいなと思ってたんですけど、やはりねあの今回1週間滞在するんでちょっと厳しいかなと思ってやめたんですよね。いやすごい。でねここはねポイント宿泊だとね4万ポイントとかでね宿泊できるんですよ。でこれ、ね、で上の方客室だと思うんで多分めちゃくちゃ景色いいですよねこれ。わーすごいいやまさかこんなところにあると思ってなくて、フェリー場の目の前なんでね、まあ、立地的にはかなり利用しやすそうですね。ちょっとお金は変わりそうですけどね。ということでハミルトンパークね行きたいと思います。ちょっとね行く前にお手洗いだけねもう一回行ってきますね。ということで歩いていきたいと思います。いやーいいですね、こんなにいろいろ。てかもうめっちゃ綺麗ですね。このアンビューも2019年に先ほどできたって言ったと思いますけど、やっぱりね綺麗ですね。ここら辺も新しく開拓されたんですかね。で見てください、この景色を。見えてます？見えてますね、はい、めちゃくちゃ綺麗ですよね。ちょっとちっちゃい、ちょっと今ね結構広角レンズつけてるんでちょっとちっちゃいですけど、あとでちょっとズームしましょう。ほんま目の前にねこれホテルだと思ったらこれ家っぽいですね。多分家だと思うんですけど、すごい
やっぱりベランダにねチェアが置いてありますね。いやこれはいいですよね。で果たしてハミルトンパークまでどうやって行くんだっていう感じですね。あ、まだこれ売り切れてないんですね。ナウセリングって書いてありますね。あのハミルトンパーク自体がねこの向かいに崖があると思うんですけど、あれの上にねあるんですよ。ですのでちょっと調べましょう。もしかしたらこれ突っ切って向こう側に行かなきゃいけないのかもしれない。あ、そうですね、あれだ、あの歩道橋で上に上がんなきゃいけないですね。いやこれは危ない。よいしょ、ちょっと携帯出して携帯見ながら行きましょう。ここを通って行けって出るんですけど、どこから入り口あるのかな。ちょっと渡って中見てみましょう。いやすごいな、ちゃんとアンビューオートグラフコレクションマリオットバイマリオットって書いてありますね。ちょっと映ってるかどうか、映ってます。はい、アンビュー一番上から2番目かな。はい、あ、3番目ですね。一応画面上は2番目。マリオットホテルです。あとレジデンスインもあるんですね、マリオット。2つも入ってるんだ、すごい。ということでこの上のね歩道橋を、あ、これ駅じゃない、これ駅だな。あれ列車、え、ちょっとどういうことどういうこと。いやこれは絶対駅だな。ここが繋がってんのかも。ここか、わかりました。あ、これ今信号赤なんだな。はいはいはい、ここを通って向こう側にこういうの抜けていくんですね。そうするとどっかで上に上がれるのかな。結構ね見晴らしのいいところにあるんですよ、この公園自体が。ですんでね、この崖みたいなのをどっかで階段で登んないと絶対このハミルトンパークにはね行き着かないんですよね。いやこっちは本当に平和ですね。クラクションの音一つ鳴らないですね。マンハッタンと違って、そして誰も信号無視をしていないっていう。でここに列車の駅があるってことは列車でアクセスもできるってことですね。これはいいですね。あれもしかして押さないと押さないとダメだったんじゃないの。押さないと青にならない系だったかもしれない。ここはニュージャージーです。ここはニューヨーク州じゃないんでね、まあだからなんだって話ですけど、多分税金とかちょっと安いはずです。いや全然青になんねえな、これ青になる日来んのかな。あ、なったなったなった、なんか文句言ってるみたいになってる。いやただ心配になっちゃって、いつまで経っても青にならないから。いやすげえすぐ赤になりますね、もう点滅してる。でここを通って、ここはね駅なんですよ。見えますかね、駅のホーム。普通に、あ、駅じゃない、バスなのかな。ちょっと駅かバスかちょっと分かんないですけど、で Google マップだとこっちに行けって言ってるな。バス、あ、やっぱり奥は電車なんですね。奥は電車で、あ、やっぱ書いてありますね、なんとかステーションって。あ、結構利用してる人多いですね。あ、ポートインペリアルフェリー駅っていう、これはニュージャージートランジットなのかな。まあでもあのもっとね閑散としてるかと思ってたんですけど、全然そんなことないんで結構安心ですね。あ、やっぱりニュージャージートランジットですね。ちょっと待って、ここからどうやって上上がるんだろう、これ。あ、このままこっちに行くんだ。え？どういうこと？あ、これでいいんだ。もうここ歩道がないんですよね。もしかしてこれ車ルート案内されてんのかな？普通に反対側歩けばよかったじゃん。いや、こっち危ないな。まあでももういいか、まあ一応歩道みたいな、ずっと続いてる？あ、ずっと続いてますね、大丈夫そう。いや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 、普通に今さっき歩いてたのあっちですからね、あっちでよかったんだ。なんかバカ正直にそのままちゃんと守ってきたら、なんか歩道がなんだか歩道じゃないんだから
よくわかんないところ今歩いてます。あ、日本みたいにあれがないんですね。いや、ここ危ねえな。反対に渡りたい、反対に渡りたいよ。日本みたいに線路の周りに柵とかないんですね。これがアメリカ式。いや、すげえ遠回りしてんじゃん。何この地図まあいいや。いや、やっぱりここ歩くべきじゃないですね。そこ戻れるかな。こんなとこ歩いちゃダメだよ。しかも左に戻れって書いてある。どうなってんのこれ。これ両方とも赤になる気ないのかな。跳ねられそう、こんなとこ歩いてたら。怖っ。これ両方赤になる日来ないのかな。戻りたいですよ私、あそこに。あ、でもありそう。いや、完全に何してんだ、何してんだか満載。あ、いけるかも。お、いける。あ、怖っ。はい、行きました。なんでこっち案内したの。いや、完全にあれですね、 Google マップ先生にやられてますね。あ、分かった分かった、あれだ、あの通りを上がってくんだ。いや、あそこ歩いていいとこなのかな。これ歩いていいとこじゃなかったらこれもうあれですからね、この企画ボツですからね。さすが車に、さすがに歩行者入っちゃいけないところ入るのもねあれですんで。いや、本当にあれですね、皆さんはタクシーで行きましょうね。タクシーもしくはツアーに参加しましょう。まあ、確かにね、あのツアーとかで行くと本当になんか車じゃなきゃいけないような感じなんですよね。はい、ですけど、まあせっかくなんで。あら、ワンちゃんかわいい。ワンちゃんがショーウィンドウのワンちゃんに反応してる。かわいい。歩道がある、ありますね。行けそう。せっかくなんで歩道があるんだったら行きましょう。これ両方、あー途中でなくなる。奥は大丈夫そう。歩道続いてますね。大丈夫です。あー、よかった。まあね、正直ハミルトンパークまで行かなくても見えますかね。この後ろはね、あの川っぺりになってますんで、ここでも十分綺麗だと思います。だ、そしたらもう本当にフェリーで来るだけでもかなりね楽しめんじゃないでしょうか。多分ハミルトンパーク行くにはですね、ご覧いただけますでしょうかね、多分あの階段を登るんじゃないかな。この崖を登んなきゃいけないんですよ。で、ちょうど公園がねあっちの方だと思うんですよね。多分私の予想はあの階段を登って行くと思います。あれですね、結構歩いてきたんで暑いですね。あ、でもみんな歩いてく人多いんだ。ってことはここ観光する人がやっぱ行くのかな。あ、車めっちゃ止まってる。すごい、こんなところ歩いていくんだ。まあでもこの階段があってよかったですね。これがなかったらもうあそこで終了でしたからね。あ、暑い、暑くなってきました。あの階段の入り口にね男の人座ってたんですけど、何やってるんですかね。物乞いっぽくはなかったんですよね。おー、ちょっと見えてきちゃってるんじゃないですか。もうちょっとで着きます。はあ、はあ、いや、まだ終わんねえんだこの階段。気づいたら結構下見ると怖いですね。私の前の人、高齢者の人が登ってる。すげえな。はあ、疲れた。それではこちらがハミルトンパークからの眺めでございます。どうでしょうか。いや、めっちゃ綺麗ですね。
でこのね右側の方に映ってるのが公園なんですよね。こちらはハミルトンパークっていう公園です。私は今ねちょっとその手前にいる感じですね。まあハミルトンパークまで行ってもいいんですけども、まあ人が結構いらっしゃるかなというふうに思いますんで、ここで撮っております。ちょっとねズームしてみましょうか。ということで今持ってるレンズでねできるだけズームしてみました。はい、こんな感じになっております。いやめちゃくちゃ綺麗ですね。どうでしょうか。いや綺麗です。奥の方にねワンワールドトレードセンターが見えてますね。ちょっと自由の女神までは見えないかな。ちょっと見えないですかね。このぐらいの方が見やすいですかね。逆に今ちょっとズームを抑えたんですけど、どうでしょうか。いや綺麗ですね。ちょうどねあと何分だろう、4時半がね日の入りっていうことですので、今ちょうど4時10分なんで、あと20分ぐらいでね日が暮れますね。で多分5時ぐらいには真っ暗、5時半ぐらいには真っ暗になりますかね。ちょっとそこまでいるかどうか分かんないですけども、でもまあせっかくなんでね夜景をお見せしたいなというふうに思っています。ということで日が沈みました。今ちょうどねニュージャージーからの景色を皆さんにお見せしています。ここはねハミルトンパークのね、まあ、ちょっと左側なんですけども、ここからですねマンハッタンを東側からですね、見てる感じですかね。西側かいかがでしょうか。やっぱめちゃくちゃ綺麗ですよね。いやね、ここの夜景は本当に皆さんね肉眼で一度はね見ていただきたいなっていうふうに思います。まあ今回ねこうやって動画でお届けしておりますけども、ニューヨーク来た際はですね、まあ、タクシーでもツアーでもねいいと思いますんで、ぜひ訪れてみてください。本当にめちゃくちゃ綺麗です。まあエンパイアステートビルとかね、まあ、ああいう観光施設も綺麗ですけども、またねこの横側から見るねマンハッタンっていうのもねかなりおすすめです。それでは帰りましょうかね。はい、皆さんよろしいですかね。それではね来た道を帰ってマンハッタンの方に、ね、戻りたいと思います。いや来てよかったです。ある程度皆さんにねお見せできたんではないでしょうか。だからこのもう夜になったら閉まりそうな気がするな。何時まで通れるんだろうここ。24時間通れるのかな。だから一応ね入り口の門にね柵できるようになってるんですよね。よいしょ。いやこの階段ね怖いですよ下見ない方がいい。いや寒い。ちょっとねあ、こっからもいいかも。どうです、こっからもいいですね。ちょっと私動いちゃってるんでね、あんまりちょっとピントずれるかもしれないですけども、楽しんでってください。わ、怖え怖えな。おー、びっくりした。すいません。Sorry。びっくりした。すげえびっくりした。いやーマジ息止まるかと思った。めちゃくちゃびっくりした。全然気配のない人が上がってきて、すげえびっくりした。いやー心臓止まるかと思った。いやちょっとねここら辺気味悪いですよ。女性一人の方とか絶対来ないでくださいね。男の私でもねちょっと気味悪いですね。人も全然いないですし、
車も全然通らないし、私はこうやってビデオカメラね回してるんで、ある程度ね抑止力になってる気がするんですけど、でこれもねジンバルとカメラで、まあ、2キロまで行かないですけどね、 1.5 キロぐらいまであり、 1.5、まあ、1キロあるんですよ両方で、まあ、ジンバル入れたら結構あると思うんで武器になりますからね、はい、いやーすげー、こっちから見えてるマンハッタンもめちゃくちゃ綺麗ですね。でもどうだろうな、やっぱりハミルトンパークの上に登った方がいいんですかね。あーでも登った方が広範囲が見える気がしますね。ちょっと下がってきたら手前の方にこういうのが入ってきちゃいますもんね。カーペリン行ったらどうなんだろうな、良さそうな気もするんですけど、あ本当に川のそばって行けないのかな。あでもなんかパークになってるから行けそうな気がする、入っていいのかなこれが一体何なのかがよく分かんないけど、あ一応公園なんだ。あでもやっぱりあれですね、柵がされてるからあんまり綺麗に見えないかも。まあこっからね、あの肉弾だとね結構綺麗に見えてるんですけど、でもやっぱり遮るものが結構あるんで、遮るものが結構あるんであれかもしれないですね、上上がっちゃった方がいいかもしれないですね。もしくはねフェリーから楽しむみたいなね、そういった方がいいかもしれないですね。いやーでもめちゃくちゃ綺麗でしたね。いやーもう暗くて顔が映らないな。まあここら辺はね本当に行ったら来た道を戻るだけなんで、またね景色のいいところに行ったらねカメラ入れたいと思います。それではですね、帰りのフェリー乗りました。いやフェリーがですね、いやめっちゃ綺麗ですね。ちょっとハミルトンパークまで行った意味ありましたかねっていうぐらいめちゃくちゃ綺麗です。それでは34丁目、まあ、来たところに戻るんですけど、いやーこれはめっちゃ綺麗ですね。いやまあ、ハミルトンパークも綺麗でしたけど、このどんどん迫ってくる感じがまたいいですね。いやこの時間帯のこっち側のフェリーめちゃくちゃ利用者いるんですね。全然いないかと思ってたんですけど、なんでこんなにいるんだろう。まあでもまだ夕方の5時ぐらいなんで、今から夕飯食べに行くみたいな人もいてもおかしくないですね。ちょっと反対側に来てみました。いやいいですね。あのクリスマスカラーに光ってるのはエッジかな、違うかな。いやいい。おこれイントレピッドの船も多分そうですよね。これライトアップされるんですね、めっちゃ綺麗。いやエンパイアもめっちゃ綺麗ですね。いやこれぞニューヨークですね。いやこの上のデッキの方はね行きの方使わなかったんですけど、予想通りね帰り今利用させていただいてますけど、めちゃくちゃ寒いですね。でも結構の方がねやはりこれデッキ出てますね。せっかく来てますからね、これは見ておきたいですよね。だって20分ぐらいのクルーズで多分 2,3,000円とかそれぐらいのクルーズ、ナイトクルーズってニューヨークサービスあるんですけど、これ乗ってたら正直いいですよね別に元も子もないこと言っちゃうかもしれないですけど、まあ、この前乗ったニューヨークフェリーもそうですけども、あれも反対側走ってますし、多分こっち側もね探せばフェリーね結構走ってると思うんで、わざわざサークラインクルーズでクルーズ頼まなくてもね、公共機関ね普通に乗れば楽しめますんで、そういう利用方法でいいんじゃないかと思います。まあこれ乗ってファミルトンパーク行ってもまあやることないんでね、なかなか厳しいですけど、まあこの時間これ往復するだけでもまあ
18ドルで利用できるんで、まあ多分普通にクルーズ頼むよりかは安いと思いますね。ということで、もう間もなくですね、マンハッタン側に到着します。それではね、到着いたしました。ここからはですね、まあ来た道戻るだけですので、まだねワンデイパスが残ってますんで自転車で帰りたいと思います。ということでホテル戻ります。ということで客室に帰ってまいりました。帰りにですね、このね新しくできたね、これイタリア系の、本格サンドイッチのお店ということで、ニューヨークのですねツイッターでね発信されている方いらっしゃいまして、その方からね聞いた情報で世界ナンバーワンのサンドイッチみたいなね、まあそういった触れ込みらしいんですけども、ちょっとね行きたいなと思ってて、たまたま帰りにね通ってたら見つけまして、これはもう行くしかないと思って行ってきました。で、私が頼んだのはですね LA なんとかっていうやつで、これで17ドルぐらいで、コーラをね買ってますんで、ちょっと今物置に使っちゃってるんですいません、お見せできないんですけど、ダイエットコークを買って、まあ、20ドルぐらいだったんで、まあ、2200円ぐらいですかね。で、中身はですねこんな感じの、はい、どうでしょうか。生ハムのサンドイッチっていった形になってまして、ツナと生ハムとあと何オリーブ入ってるのかな。はい、ということで、まあ、非常にね、まあ、ちょっと開けてみます。こういった感じでね、はい、非常に美味しそうですね。ということでいただきたいと思います。じゃあちょっとガブッといっちゃいましょうかね。いただきます。うん、このパンがね結構柔らかそうに見えたんですけど、思ったより、このパンはね硬くて、まあ、中のね生ハムとかが、まあ、柔らかくて、うん、まあ、非常に美味しいですねこれ。うん、これめっちゃうまいです。いや美味しい。これツナと生ハムとオリーブですかね。うん、これね非常に美味しいですね。ちょっと気になる方はぜひ行かれてみてください。あのお店のねあれは概要欄に貼っておきますんで。いや美味しいですね。まだねオープンして間もないはずで混んでるのかなと思ってたんですけど、全然混んでなかったですね。まあ、全然までなかったですけど、まあ、2、3人しか並んでなくて、私が買い終わった後はね、7、8人並んでましたね。うん。でもこれは、人気店になる気がしますね。うん。めっちゃうまい。ということで、あとはね、ゆっくりいただきたいと思います。ちょっとね、もう今日はね、変な時間に寝て、起きて、編集して、で、朝、6時過ぎぐらいから外で出て、まあ起きたのはね夜中の12時とかなんですよ昨日。ですんでね、もう結構眠いです。ということでね、これを食べたらねそそくそとお風呂に入って今日のところはね休みたいと思います。いやめっちゃこれうまいな。うん。